ベースとストアーズに出店されている方も多いかなと思うので、まあ、それとの違いも含めまして、なぜ楽天市場に出店した方がいいかみたいなお話を、今楽天市場はだいたい5万6000ショップぐらいなんで、もう本当に少ないですよね、ここに比べたら。で、流通は楽天市場の決算、発表の資料によると、楽天トラベルとかも EC に含まれますけど、 5.3 兆円、 5.6 兆円でも5兆円を超えているという、もう桁が全く違うっていう中がありますと。だから楽天ってお金かかるよねって思ってる方多いと思うんですけども、まあ、自社 EC サイトとか本店とか公式サイトって、まあ何ていうか、砂漠の中に店をポンと置くような形になるので、お客さんに来てもらうためのお金がかかるんですよ。実はモールの場合はもうすでに楽天市場の中にたくさんのお客さんがいらっしゃるので、そういう方に来ていただく費用を考えると、実はめちゃくちゃ本当は安いんですね。